はい、えー、皆さん、こんにちは。あの、えー、京都工芸繊維大学大学院建築都市保存再生学コース保存再生学シンポジウム2022第2回、えー。ちょっと長いタイトルですけれども、えー、今から開催したいと思います、えー。本日、司会を担当させていただきます。京都工芸繊維大学の教員の笠原と申します。よろしくお願いいたします。 えー、今日はあの日曜日でお休みのところですね、たくさんの方々からあのこのシンポジウムにお申し込みいただきました。お申し込み数で360人ほどですね、お申し込みいただいて大変大きな反響があると思っております。えっと 今日はですねあの、少し画面を共有させていただいて、えっと、このようなチラシをあの作っておりまして、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、えー、作成しておりまして、まあ、こういう形であの進めてまいります。 それでえテーマがですね、えー、歴史的建築物の保存活用における官民連携手法を考えるということでして、えー、っと建築家で京都工芸繊大学客員教授でいらっしゃる田原幸男さんそして、えー、弁護士で、えーべんえー、小沢秀明、えー、法律事務所所長でいらっしゃいます、えー、小沢秀明さん。 そして、えー、京都市文化財保存活用施設整備アドバイザーでいらっしゃる松田明さん、えー、このご三お三人にです、ね、ご登壇いただきまして、えーと、先ほどのテーマでですね、えーと、それぞれ講演いただいた後に座談会を開催するというシンポジウムになっております。 えっと、今のところ予定としましては、最初、まあ、私から現在、えー、少しこのシンポジウムの趣旨をお話ししているところですけれども、その後田原幸男さんよりですね、き、え、ょ、ー、のテーマの趣旨説明、えー、そしてその後お小澤さんより、えーごえー、官民連携手法の法的枠組みと課題というテーマでご講演いただきます。 その後、松田さんより、京都市における公民連携による公共建築の活用というテーマでお話しいただいて、その後、少し休憩を取って、そして最後にですね、私が司会を務めて、そして3人のですね、方々に再びご登壇いただきまして、座談会を開催する。 いいいう形で進めててままりりたとと思っておりますで、えっおすえこの、えー、シンポジウムはですね、あの京都工芸繊維大学大学院に建築都市保存再生学コースというものを設けておりまして、えー、そのまあ、いわば授業の一 毎年,毎年ですね、2年3回開催しているシンポジウムになります。その2020年22年度のですね、第2回のシンポジウムということになります。でえっと、このシンポジウムはですね、2015年からですね。えー 音楽の大学院の建築学専攻の中にですね、建築都市保存再生学コースというものを設置した時からですね、継続しているシンポジウムです。えっと、この建築都市保存再生学コースというのは、いわゆる歴史的建築物の えーまあ、修復や保存というよりもですね、えー、その活用のためのいろいろな考え方、えー、それから回収の方法、そういったことをまあ学ぶコースでして、全国的にも非常に珍しいコースになっています。えー、現在、40人ぐらいの学生が受講していますけれども。 その設立の際にですね、田原幸男さんを特任教授としてお迎えして、2015年から開催、コースを実施していますが、昨年よりですね、昨年度より、失礼しました、今年度より、新たに花田義明さん、 をですね、特任教授としてお迎えして、えー、さらに、えー、継続して、この再生学コースというのを続けているところであります。で、えー、っとあのそのーコースとは別に、ですね、これは大学院の学生に向けた教育コースなんですけれども、それとは別に、ですね、2020年度より、えー、社会人を対象とした講座。 ヘリテージアーキテクト養成講座というものも設置して以来です、ね、その講座を実施しているところです。今年度、あの3年目でだったんですけれどもちょうど2月に終了しましたけれどもあの全国からです、ね、たくさんの建築士の方々 え、一級建築士や二級建築士、え、木造建築士の方々にですね、ご参加いただいて、え、そして、え、ざまな専門の講師の方にも、えっと、ご登壇いただいてですね、えっと、え、事業を実施して参っております。え、このコースも、え、この講座もですね、え、歴史的建築物を、こう、いかに保存活用、 再生していくかをテーマにした講座でございまして、えー、と単なる修繕,修繕、修復、保存ということではなくてですね、えー、もう少し回収をテーマにした、えー、そういう講座になっています。で、えー、とこちらでもですね、えー、田原幸男さん、そして、えー、今年度より花田 吉明さんにもですね、えっと、中心になっていただいて、そしていろんな方に講師になっていただいて、えー、実施しているところです。それで、えー、とこのシンポジウムはその、両方、大学院の再生学コースの授業の一環で実施しているわけです,ですけれども。 もちろんその、社会人講座でもですね、通用するような内容で実施しています。で、これまでのシンポジウムもかなりの回数を重ねてですね、年に2、3回やってきて、しかも 2015年度からですから、十数回はですね、開催しておりまして、それをですね、ホームページ上にですね、掲載しております。ちょっとご覧、様子をご覧いただこうと思いますけれども、まあ、こういう形で、えっ、ー、と、建築都市保存再生学コースのホームページではなくて、先ほど申し上げた2つ目の、社会人向けのですね、ヘリテージアーキテクト養成講座に、 ホームページを設けておりまして、えー、そちらのこのお推薦図書ビデオというところに、えー、っと、下の方に行きますとですね、えー、っと、これが最新のお前回のものですね、2022の第1回のものですけれども、えー、歴史的建築物、えー、っと、のお保存、再生、デザインを担う人材育成を考える。 えー、その前にですね、2011の第2回として、えー、使い続ける保存のために、文化遺産における窓、具体的な窓ですね、のデザインというようなテーマでですね、えー、毎回いろんな形でテーマを設定して、えー、その度に、えー、それにふさわしい講師の方をお呼びして、えー、シンポジウムを開催してまい、えー、りました。 そのビデオが YouTube でご覧いただけるように設定しておりますので、またぜひですね、一度、ヘリテージアーキテクト養成講座というあのキーワードで検索いただきますと、このページに到達しますので、えー、っと、その、これまでの様子をご覧いただければと思いますけれども、その、そうしたですね、シンポジウムの一環として、今日のシンポジウムを開催するということになります。